はい、では今日はハイエースのベッドキット決定版を皆さんにご紹介したいと思います。実はハイエースのベッドキットってもういろんな種類のベッドキット各メーカーから出ていて、値段的には4万円ぐらいからね、あのリーズナブルなベッドキットからたくさんあるんですけども、今日僕が紹介するのはこのね、カービンというメーカーの F72 ベッドキットっていうタイプをご紹介したいと思います。そして今日紹介するこのベッドキットなんですけども、皆さんベッドを DIY される方たちたくさんいらっしゃると思うんですが、そういう際にも非常にね参考になる、すごくねいい作りになっているので、そのあたりもね紹介していきたいと思います。まずですね、このカービンの F72 ベッドキットは木製ですね。木でベースが、箱が作られていて、その上に天板が乗っているタイプのベッドキットです。サイズは僕の車のハイエースのワイドなので、ベッドサイズで横幅が172センチ、長さ奥行きがね185センチあります。この状態でもう十分ね、ベッドのサイズとして十分なスペースできているので、我が家の場合縦にね大人2人、小学生2人が並んで、横に1列並んで寝ることができます。ちなみに、ここワイドもね172センチあるので、逆にこう横にねレイアウトして4人ぐらい寝ることもできるっていうね、非常に広々としたベッドスペースです。さらにですね、これねセカンドシートの背もたれを倒すと、ちょうど背もたれとベッドの面が同じ高さに設計されているので、そのままベッドが延長されるんですね。すると一番手前からこの奥までね、全長最長で247センチっていうね、超広々としたベッドスペース作ることできるんですね。ということは、例えばジャイアント馬場とかアンドレ・ザ・ジャイアントみたいな超でかい人たちですら足を伸ばして快適に寝れるぐらいの広大なベッドスペースができます。見てください、こんなに広いベッドスペースができるんですね。そうするとね、縦に寝ても少しこう位置とかを変えたりとかしながら、かなりこう自由度の高いベッドスペース作ることができます。はい、実際に、我が家の寝る時のスタイル作ってみました。まあ、今までにも車中泊用のベッドマットとかエアマットとか、まあ散々私たちいろんなものを試した中で、結局最終的に行き着いたのが布団です。もうね、布団がやっぱり一番寝心地がいいですね。で、どのぐらいのサイズの布団使ってるかっていうと、クイーンサイズの布団です。なのでちょうどワイド170センチあるので、ぴったりね横いっぱいまで布団が入って、レングスが2メートルの布団になるので、このぐらいのサイズになります。ここに大人2人と子供が2人並んで出てるので、ご覧いただいた通り非常に、もう広く十分なスペースで寝れます。今僕ちょっと寝てみますんでね、イメージしてみてください。こんな感じですね、いかがでしょう。一人で大体このスペースなので、両サイドに大人が寝まして、真ん中に子供を挟んで寝るっていう、そういうフォーメーションで寝てるので、想像いただけると思いますが、十分広いです。家族4人でしたら、実はこのハイエースワイドねに、ベッドキットを入れると、もうそれだけで十分なベッドスペース作れます。さらにさっき紹介しました、横が170センチあるので、実はね僕172センチなんですね、身長が。なので実は寝ようと思えば、かかとついてます。で、頭もギリ触ってます。ですがまあね、そんなに苦痛ではなく、僕172センチでもまあ普通に寝れるかなと、なんていうの、こう狭苦しいなっていう感じはないです。リラックスしてちょっと足開けばね、十分な、スペースになるので、このように横に4人並ぶっていうフォーメーションで寝ることもできます。そうすると向こう側に奥行きがあるので、さらにこう広く一人一人のスペース快適にとって寝ることができちゃうんですよ。いかがですか。さらにですね、
ハイエースのベッドキットの多くは、だいたい剣板が4分割するような作りになってるんですけども、これってすごく大切で、4分割にすることでレイアウトが自由に組むことができるんですね。こんな風にすると手前側に高さを持ってね、たくさん荷物を積んだりすることもできます。さらに天板をこのように天板を全部外すと、こんな広大な荷室スペースを作ることができます。さらにさらに、このようにセカンドシートを折りたたむと、こんなね、巨大な荷室スペースができちゃうのも特徴的で、もともとまあハイエースっていうのは物を運ぶためのね、働く車として設計されているので、その荷室空間というのをもうフルに活用することができます。そうすることで、例えばバイクのトランスポーターとか、それからマウンテンバイクなんかだったらもう余裕で積めちゃいますし、引っ越しをするときなんかは、タンスとかね、そのまままるっと積めるぐらいのこの巨大な空間を、取ることができるんですね。なのでベッドキットはなるべく天板は分割されていて、バコンって取れるような作りにしておくと、さらにまあ使い勝手が良くなるというところ、ここすごく、重要なポイントだと思いますので、チェックしておいてください。続いてこのベッドキットの一番の特徴を皆さんに紹介します。それはですね、この両サイドが収納スペースになってるんですね。ボックスになっていまして、でハイエースっていうのはとにかくだだっ広い空間を持ってるのはすごく便利なんですけども、実は小物をねしまう、ちょっとした細かなポケットみたいなのがすごい少なくて、これがあるだけでね相当重宝します。ご紹介しますので見てください。まずこの F72 ベッドキットは、この収納スペースの部分の天板も4分割になってるんですね。1、2、3、4、4分割しています。これもすごく大事なところで、多くのねこの手の収納ついてるベッドキットって意外とここ1枚でバコンって開くようなタイプのものが多いんですけど、この F72 はすごく親切な設計で4分割するようになってるんです。ちょっと一つ一つどう使ってるかご紹介します。まずこのちっちゃいスペース、このちっちゃいスペースにはね、僕はね救急セットですね、あの薬とか、それからカット板とか救急セットとかね、それからうちの息子がね、渋滞の時におしっこしたくなっても大丈夫なようにミニマルちゃんとか、まあ、こういった細かいものをここには収納するようにしています。はい、次にここの長手の方の収納スペースをご紹介します。バッコン、こういう風にね開きますね。ここはですね、こう長くそのまま大きく広く取られた収納スペースになっているので、ここにうちなんかはこのキャンプの時とかに使う折りたたみのテーブル、それからねランタン、ガスランタン、電池式のランタン、そしてこれ大事なんですけども、ハイエースはこの後ろの部分から100ボルトが取れるので、我が家はこのサーフィンの時に使うポータブルシャワー、これ12ボルト電源取れるタイプのものなんですけど、こういうねポータブルシャワーなんかを一番、使い勝手の良い一番後ろの収納スペースですね、一番後ろの収納スペースにここにバコーンと入れておけるわけです。これ長手のものもね入れられます。その時にちょっと中を見てください。中もね底板を敷いているんですね。これなんでかっていうと、ここにタイヤハウスがあって、実はね意外にちょっと使い勝手が良くないので、ここ潔くあのタイヤハウスの天板で、底板を作っているので、フラットで無駄なくいろんなものを収納できるスペースとなります。そして天板をバコッとかぶせるだけで設置完了です。逆サイドを紹介します。逆サイドはだいたい真ん中ぐらいで2分割してるんですけど、まずこっちからここをご覧ください。ここ実はハイエースの特徴の一つでもあるんですけども、リアヒーターってね
このねサイドの下の部分から温風が吹き出すようになってるんですね。なので、ここに蓋をかぶせることで温風がここから中に吹き出すようなそういう仕組みになっています。なのでここのスペースは収納としてはあまり使うことができません。そしてこの隣行きますね、ここです。さっき言ったようにタイヤハウスがねどうしても露出してしまう部分なので、このスペースは私はですね水道ホースなんかをね入れてます。こんな風にね。でね、このね水道ホースっていうのは車中泊をしている人たちにとって非常に重要なアイテムになってます。いろんなトイレとか公園とかの水道で意外にね水を欲しい取りたいって時にね、蛇口からダイレクトにポリタンクとかになかなか入れにくい場所が多いので、2メートルぐらいの水道ホースをね1本積んでおくとすごく便利です。さあ最後ね、このスペースです。ここももちろん天板が取れて、こっち側紙はね今ご覧いただいた通り 1,2,3,4 分割されてるんで、さらに使い勝手が良くて、ここには僕はペグとかですね、それからチャコールですね、バーベキューやる時とかの、それとかタイヤのパンク修理キットとかね、こういったものを入れてたりですね。一番手前側、ここがね一番使うスペースです。なので、サーフィンのねワックスだとか、それからフィンだとかっていう一番取り出したりする必要が多いものを特に入れるようにして、使い勝手を良くしています。このようにちょっとしたこのサイドのスペースを箱型に作って収納スペースにすることでものすごい使い勝手が良くなるんです。なので、ベッドキットをね購入されようとしている方、そして DIY で自分で作ってみようかなっていう人たちはぜひねここ、箱になるようなそんな作り方をすることで無駄なく全てのスペースを有効的に使える、さらにベッドキットっていうのが作れるので、ぜひ参考にしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。カービンの F72 ベッドキット、これね本当にね、例えばこの天板の縫製の部分だとか底の部分とかもすごくね丁寧な作りで非常にしっかり作られていて、使っているこの革もねすごく丈夫で触り心地もいい、そして中に使っているウレタンというののこの反発感というのも非常にいいものを作られていて、全然へたらないですね。すごく丁寧でしっかりとした作りになっているので、特に僕はここのベッドキットをおすすめしたいと思うのですが、もちろんデメリットもあります。紹介しにくいんですけども、そのデメリットとはべらぼうに高い、高額なんですよ。こちら F72 ベッドキットの販売価格、ワイドになりますけども、じゃじゃん、191,180円税込み。ですが、いつもですね、散々お話ししてますが、車中泊っていうのはベッドの寝心地っていうのが絶対命なんですね。これがよろしくないと、いくら旅をしててもやっぱり体の疲れが取れなかったり、体が痛くなってしまったりとかするので、ベッドを快適にするというのは非常に重要な要素ではありますので、ここはねやっぱり皆さん、いいベッドを使われた方がいいと思います。なのでこのベッドの作りを参考にご自身で DIY されたりとかすると、もっともっと安価にで同じぐらいのクオリティ、寝心地の良さっていうのも作ることができると思うので、ひとまず、こういうその両サイドに収納があるっていう作り方をぜひ参考にしてもらって、自身で好きなようにアレンジしたベッドを DIY されるといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで天然パーマの、おすすめレビューコーナー、今日はハイエースベッドキットをご紹介しました。ぜひ、ベッド選びの参考にしてもらえると嬉しいです。それではまた。バイ。Dude, that father is 10 and permed.